本当にワンパイア怖いんで、ちょっと出れない。ボタン押しに行きたいけど、これ以上動けない。待って、はいはい、あるからに行く。いいっすか。うわ、ありがてー。ちょっとピカさん、危ない、ピカさん、危ない、それ以上はいけない。これ以上僕動けない。はい、じゃあ行きますか。楽しいやつや。はい、はい、お願いします。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 まあたしばん。これバーバンか、これバーバンか、バーンバ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 ンあれ番長死んでる。んえ、番長死んでる。え、誰がポケットシャツ。あれ、ハッチャンじゃん。え、なんで名前言わない。なんで情報出ないの。初構え、初構えがやってました。あれ、ハッチャン初構えが絶対にやってます。あ、わかったわかった。踏んだだろう。踏んだだろう、ハッチャン。ベイト。あ、そういうことか。あ、そういうことだ。だから恐れただろ。あ、バンパイアキルした。それともどっち。多分バンパイア、多分バンパイアキル。バンパイアキルってこと、うん、多分バンパイア。なんでよりによってさ。俺ネロちゃんと一緒に走っててさ、3人で湧いてさ。バンパイアキルってことか。そう、俺とポンズとハッチャンが貨物に湧いて、ずっとなんだ、あの競馬場の音楽歌ってたんですよ。競馬場の音楽、バーン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 ってやってて、ちょうど歌い終わったタイミングで死んだんで、も確実に10秒です。ちょうど10秒。パパパーで、そうパパパパーでピンポンパンだから。なるほど。いやもうじゃあ黒じゃない、黒黒。ふざけんなよマジで。なんてこった。でもさ、それははっちゃんがヴァンパイアってことですか。はっちゃんがヴァンパイアでしょ。あ、でもさ、これバンパイアキルしたんだ。あれだよね、もう1キルはじゃあハッチャンじゃないってことだよね。うん、それ違いますよ。そうですよね。あ、そうでしょう。そうなっちゃうよね。どっちなんだろうな。とりあえず今回番長見てますか、誰か。あ、番長があれなんだ。もう一つのキルなんだ。見てないな。じゃ見てない。キッチンは確かに見てません。なんで右側かキッチンかな。うん。我は一人でアーカイブを使って、キッチン側には来てない。うんうん、僕アーカイブの宿舎脇でエンジンメインって移動して、あのリアクターでちょうどドア開けのとこにいるんですけど、番長さんと会ってないんで、多分最終は右側か、まあ、キッチン脇かぐらいだと思います。ピカさんなんすか。うん、俺も視点もだから、はい、ピカさんだっけ。宿舎前だね。あ、誰か喋ろうとしなかった。宿舎前はいないよ。ピカシオネで2人で歌ってたから。キムタさんか。あ、そうなの。2人で歌ってた。え、マジでなんで釣れるかわかんない。え、じゃあな、これ番長のこと詰めないと。じゃあな、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 あ、じゃあな、あ、じゃあな、じゃあな、マジでふざけんなよ、これ。じゃあな。ちょうど10秒やったな。いや、ちょうどそのシーン見たかったな。 G1 のだって出動した音楽終わった瞬間でしょ。そう、全部終わった瞬間。いや、見たかったな、それ。よし、俺がヴァンパイアってことはバレてないようだ。やだ。いいわけねえだろ。ああ、怖い怖い。危ないからね。ヴァンパイアが怖いから、やっぱ。ヴァンパイアが怖いからね。本当にヴァンパイア怖いんで、ちょっと出れない。ボタン押しに行きたいけど、これ以上動けない。待って。はいはい。あるからに行く。いいっすか。うわっ。うわ、ありがてー。ちょっとピカさん、危ない。ピカさん、危ない。来た。ガーリックロード。ガーリックロード来たぞ。ガーリックロード来たぞ。任せてください。さあ、ドア前。Gロード。ナイス、Gロード。いいね。これでボタン押しに行ける。おい。何やってんだ、こいつ。この人の何やってるんですか。押します。これ以上いけないんだ、俺ら。危なくて。
もういけないんだよこれ以上。ニンニクロードがここですからね。ニンニクロード？ニンニク。隠しろが隠しろが二人できてしまった。あ、うちさん多分なんかリンネさんとシウネさんも厳しそう。そうです。うん。リンネシウネが無理。アベリエとし。夏リンネシウネですね。夏リンネシウネ。え、なんで中野っちしかいなくなっちゃうじゃん。夏リンネシウネ。え？え？あのさんがやったんですか？ちょっと待って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 。でもなんで？あ、え、あ、まあ、キムテさん最初僕目撃あって、まあ、エンジンはいて、うん、僕がコックピット方向行って、うん、右側、うん、メイン側行ってましたね。まあ一応安倍はできなくはないな。うん、できなくないですね。ただピカさんは無理。ピカさんは絶対無理です。キムテスさんはシャワー、アーカイブ、ラウンジ、カモ、あ、カモってわかんないけど、まあそこら辺ないので、メイン。に残って死んでるかエレキ側にそのままアベレージさんの証言なんて言ってると思います、ね、はい、ピカさんは絶対無理です。うんうん、僕と一緒にガーリックロードを築き上げて、キムテスさん見て、うん、ガーリックロード築いてた、無理です。キムテスさんは最終だからどこら辺だと思ってるの、みんなは。エレクロードミーティングかな、エレキ、あ、そっちか、いや、わかんない。じゃあ俺ミーティングだから絶対無理だろ。いや、リンネシウネ、ナツピョンが無理なんですよね。いや、だって僕らがシャワーにいて、何してたの？3人ともシャワー全部始まった。何してたんですか？じゃあ、タックやって、で、停電起きたから、左右リフト行こう、行って、うん、で、治ったからすぐ、うん、で、戻って、うん、立ち尽くしてたの？いや、別に。だって、いいでしょ、こだわりは。ミーティングのはしごの人って立ち尽くしてたでしょ？いや、いいね、いいね、いいね。え、いいね、いいね。すごい、全然いいこと、いいこと。なんでこのバンペン、攻めてない、攻めてない。攻めてないよ。攻めてないんだけど、でも、できなくはないじゃない？できなくはない。じゃあ、できないわ、まあ。できないです。そのムーブがおかしいけどね、俺。ムーブがおかしい。まあ、シュネさんが何か言いたそうなんで。うん、いや、ごめんね。のっちさんは、あの、はっちゃんが釣られた日って、うん、キッチン単脇だったの？あ、キッチン単脇でした、俺。で、ナツピョンさんがメインだったんだっけ？あ、僕は宿舎前でメインまで行ってます。え？あ、何事これ？これスキップ入れちゃいました。でも中野さんぐらいしかいねえ気がするが。うん、シャワー組無理だったら。うん。本当？そうかな。あと思う。え、すごい不安。あった。うわ、やばいやばい、ここ何もない、やばいやばい。終わる、危ねえ。助けて助けて。危ねえ。ふう。このニンニクの芳醇な匂いが。匂い？匂い、に、にほひが、におひ。にほい？にほい？なんだっけ？にほひ？にほひ？にほひか？うん、にほひか？にほひが鼻を刺激しますな。ガリレージってこと？ガリレージってこと？ガリレージね。いいガーリックの匂いがするわ。大丈夫かお前。ガーリックの匂いこっちにもあるよ。ない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 、無理無理無理。それ以上はいけない。これ以上僕動けない。ガーリック、こっち置いてある。どこどこ、3秒しか動けないんだよ俺、ガーリック街。いくよ、1、2、3、死ぬ、あ、死ぬ、もう無理、もう無理、皆さん、皆さん、こっちこっちこっち、もう無理、こっちこっちこっち、あ、どこどこどこ、皆さん、どこ、ダメダメ、死んじゃダメ、あー、お、クズ、クズ、おい、クズてめえ、やったね、ネロちゃん、あ、どこ行ったの。ピカさん頼む、ピカさん匂い匂い、ピカさん頼む、ピカさん頼むよ、エロアベどこ行ったんだろう。もう確実にバレるからな。ほらだけんだあいつ、ゴースト対戦もね、これから出てきそう。危ない危ない危ない。よし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 。ああ。おお。ネロちゃん、ネロちゃん多分メイン抜けていい。うわ。これおもろいな。映画を直してくれたんで誰ですか？
左がシュネさん、左ナツピョン直してで直なかったんで一人で直そうと思って右にヌー乗ってシュネさんから多分左は直して、アベレージさんがネロちゃん引っ張ってったから多分ほぼアベレージさんだと思います。ニンニクから出たくない、出たくないって嫌がってる。ちょっと待ってくださいよ、お前来いよとか言いながら引っ張り出してたんでそうです、だからネロちゃんはニンニクがないと生きられない体質なんですよ。なんでエンジン側にニンニクあるから行ってきなっつってメインのドア開けてネロちゃんそのままエンジンの方向行ってると思うんですよ。でピカクロスさんがその前に、メインエンジン抜けてるのでその後の行動を聞きたいです。メインエンジンには抜けてないね、エレキに降りてるね。なんだ、一回カメラつけてるね、私。多分、リンネさんは左側とかで死んでるような気がしますね。だいぶ前ですけど。ナツピョンさんが、なんで、ナツピョンさんは基本的には。僕が、エンジンから宿舎前金庫って言って、金庫のタスクしに行ってる、その宿舎前の通路のところで、リンネさん、エンジンからね、コクピット側に行くリンネさんを見てて、で、金庫のタスクやって、リアクター鳴ってって感じです。最終ピカクロスさんってどこですか？え、シュネさんと一緒にボタン押しに行ってるよ。あ、そうなんだ。うん、まあ、ネロちゃんキルを押さなきゃさすがにって、安倍さんもピカクロスさんも人外なんじゃないかな。安倍さんがネロちゃんキルしててピカクロスさんがリンネさんキルしてる。まあ、でもナツピョンさんはもうめっちゃ白くて、リアクター右側直してくれてるから。なんかごめん、真面目にやるとアベレージナツピョンの二人外でもシュネピカクロスがしかクルーに残ってないんじゃないかな説あると思う。で終わってないから多分片割れジャッカル陣営、片割れインポスター陣営でヴァンパイアが落ちてるはずだから、ナツピョンさんがイビルゲッサーになるので、役職私持ってるけど言えない。あ、つまりうわこれ打つかスキップってことですか？どっちスキップ、まあ、スキップでもそれでも多分キルされちゃうのが打ちだから決めるしかないような気はしてるんだけど。うわナツピョンさんピカクロスさん目線アベレージさんは人外っていう主張です。やばいやばいやばい、これがこれわかんない。でもその主張するんだったら、でも二人外落ち、まあ、落ちてたらうわしに、うん、ま、おいやいいかな。あ、うた、あら、あれピカさん弾使ったんか。おお前がお前がお前がおかしいよな。お前が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 のせいで、いやもう絶対無理よネロちゃん、絶対無理ネロちゃん、お前がお前が十分のゼロ、絶対無駄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 、お前がお前が無駄やって無駄やって、そこだけ、いやお前がじゃないの、無駄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 、もうマジで無駄だからやめていいよもうそれ。うわあ、ダメか、うわ枠1が悪かったな、裏切られた。え、ピカさん撃たなかったの？撃てなかったね、分かんなかった、どっちがどっちが、ね、合ってたの、合ってたの、そう、ピカさんめっちゃ当たっててびっくりしちゃった。合ってる合ってる、だけどアベレージさんが、なんだろう、アベレージさんがイビルなのかジャッカルなのか分かんなかったんですよ、その夏美、夏美さんとアベレージさんがどっちの打ち上げだから。いやもうありなんですね、2分1で打ったら負けちゃうからボタン押してなんとかなるかなと思っちゃったんですよね。甘かった。いやーでも、うん、GG でしたよ。いやーピカさん、すごかった、めっちゃピンとしたよ。ビビルとナイスゲッサーが対立してたもん、最終場面に。もう、怖っ、俺ビビルって言われたからちょっとドキドキしてたもんな、めちゃくちゃ。いやえ、夏目も分かんなかった、ちょっと度胸がなかったわ。いやいやいや、ピカクロさんがナイスゲスターは全然分かんなかったですね。安倍さんがジャッカルはもう分かってましたけど。おお、そうですね、ネロちゃんとピカクロさんと一緒にニンニクロード宿舎行った時に中野さんがスッて僕に渡してきて、そうそうそう、目の前で俺が多分もう釣られるなと思って、俺ミーティングでその話決めてさ、俺上がられたらもう終わってました。俺みんなが死体があったんで、はしご上、いや行けるわけないじゃん、ニンニクないんだもん、危ない危ない。いやネロちゃんごめんね、追っかけて、ちゃんと追っかけてればな、見つけられたのに。いやもうほん本当に楽しかった。いやでもヴァンパイアのベイトキルバカクソおもろいな。いやいいよねいいよね、最悪でしたよマジで。ハテナだよな、だって俺とネロちゃんとネロちゃん並走してんのにポンズの報告入ってんだもん。いい、それは最悪だよ。最悪なるほどね。